こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の5月2日を2分過ぎましたが、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は70.42ということで、70円を超えてるだけで、この安心して良かったと思ってしまうのがちょっと残念なんですけど、FOMC の発表があってから、ちょっと大きくって言っても2、3円動いたんですかね。で、その後、ずっと、ほぼほぼ、横ばいということですね。ちょっと安定しそうな雰囲気に、1時間しては見えますが、日足では、いつものようにね、順調に下がっているという感じですね。厳しいですね。では、ツイッター見ていきます。コインポスト注目記事、FOMC で政策金利、現状維持、ビットコインが5万9000ドル台回復と。下がってね、日本円で言うと、900万円より、ちょっと下までいったというふうに覚えてますけど、大きく動きましたね。ETF 役に企業保有のビットコインは約27兆円規模、ビットコインは2030年まで6億円といいですね。この時は ADA はいくらになってるんでしょうかね。コインポスト、米マイクロストラテジー、ビットコイン利用の分散型 ID を発表と。ちょっと気になりますので見ていきます。企業向け分散型 ID プラットフォーム、アトラプリズムみたいな感じですかね。ビットコイン投資戦略で知られる米マイクロストラテジーは、2日ビットコインブロックチェーン上に構築された分散型 ID プラットフォーム、マイクロストラテジーオレンジを発表した。分散型アーキテクチャは改変できない台帳などビットコインチェーンの特性を活用して ID 関連データの改ざん体制、分散ストレージ、そこからデータ取得を実現しようとするものだ。マイクロストラテジーのエンジニアリング担当者によると、マイクロストラテジーオレンジの中心となるのは、ホスト型クラウドサービスであり、企業が組織内のユーザーに ID を発行できるようにするもの。また、オレンジのソフトウェア開発キットを使用すると、プログラマーはオレンジの機能を自社独自のアプリケーションやシステムに統合できるようになる。ラツコ氏は採用事例として、E メールへの署名を挙げた。フィッシングなど詐欺メールが横行する中、メールの送り主の身元確認が求められる状況を背景としている。オレンジを利用すると、数時間で1万人が ID を使えるようになると述べた。オレンジの仕組み。ラツコ氏によると、ある企業のオレンジ管理者が、ワンクリックでメンバーに招待メールを送り、受け取った者が招待を受け入れると、分散型識別子及び公開鍵と秘密鍵のペアが生成される仕組み。分散型識別子と公開鍵をオレンジサーバーに送信して、ビットコインブロックチェーン上に記録する。その時点からオレンジによる署名付きの電子メールを送信する準備が整う。ラツコ氏は、ビットコイン上に記録される ID を大学の学位、コース認定証、医療記録など様々な資格情報や証明書などに活用する可能性も追求していきたいと話した。マイクロストレッテジーはオレンジの仕様についてドラフトを GitHub に公開している。これによると、オレンジの DID はビットコインオリジナルと類似した記録方法を取るが、DID に関するデータのみ保存する。このことでサイズやコンテンツにほとんど制限が課せられることなく、ドキュメントを作成できるようになる見込みだ。分散型 ID は ID をブロックチェーンなどに記録することで、ユーザーが個人情報を分からすことなく、身元確認情報を証明することができるようにするものである。昨年12月には、中国の政府関連団体が主導するブロックチェーンサービスネットワーク、PSN が国民の使用できる DID プラットフォームを立ち上げた事例などがあるということですね。これ、ベースがビットコインということですし、1時間ぐらいでね、ちょっと使える状態になるというようなことが、数時間ですね。数時間で1万人が ID を使えるようになるというぐらいの、お手軽さというか、そんな感じなので、結構使えるのかなという感じがしました。ADA 情報局さん、バイナンスジャパンに、待望の円建取引開始、取引ペア ADA JPY ということで、これちょっと前にお伝えしましたけど、自分ちょっと板見てみたんですけど、さすがにね、薄々でしたね。値動きすらしないというような感じでした。1時間に1回取引あるとか、そんな感じですね。もちろん1時間に3回とかそういうのもありましたけども、もうちょっとですね、もうちょっと、バイナンスジャパンの取引が一般的になる、あるいは ADA が有名になって、あるいはアプリが発達して、トランザクションまで、起きていくようにならないと、ちょっと難しいかなという感じがして、もうちょっとですね、時間かかりますね。
はい、コーヒーさんから、さらにカルノの何がすごいかというと、このインプットエンド差には UTX を並行処理とミスリル並行認証が不可欠だったということです。チャールズ3段、すべて技術がパズルのピースのようにつながっているのです。これぞまさに科学的手法の真髄。カルノ開発中の L1 ソリューションインプットエンド差の説明ですね。はい、遡りまして、TPS ではなく送信容量が大事なわけ。カルダノが開発中の L1 ソリューションインプットエンドーサーは L1 チェーン上のブロックに書き込む前に無数の取引の検証を済ませておく技術です。ものすごく乱暴に言えばロールアップやステートチャンネルなどの L2 的な施策が L1 に組み込まれてしまうイメージです。 L1 や L2 の的な動きが可能になると本当の L2 と組み合わせた時の相乗効果は想像を絶するものになりそうです。L2 上で膨大なデータを取りまとめ、さらに L1 上でこれらのトランザクションのデータを並列で検証、そこで溜め込まれた大容量のトランザクションのデータがブロックに刻まれることになります。なんかこの説明してくれたのは分かりやすいですね。L2 上で膨大なデータを取りまとめ、さらに L1 上でこれらのトランザクションのデータを並列で検証、そこで溜め込まれた大容量のトランザクションのデータがブロックに刻まれると。その結果として非常に高速な処理が可能になるという理屈なんでしょうね。つまり、現時点で重要なのは TPS ではなくて、1ブロックに大量データを放り込むためのデータ圧縮や並列処理技術だということだと思われます。改めて、カルダノの開発陣がものすごく先を見据えて、着々と技術革新を進めているのだなと驚かれますということですね。はい、このインプットエンドーサーはカルダノが UTX をモデルで構築されているために可能になっています。逆に言えばイーサ系の台帳モデルでほぼ不可能。インプットエンドーサーと合わせて UTX についてさらについて読むとさらに理解が深まりますということで、はい、いろいろ説明ありますね。ちょっと、ここでは割愛しますけど、まあ、後でねじっくり読ませていただいて、なかなかこれ、まあ、名前はねもう何年か前からこう聞いてますよね。だけど頭に入ってるか入ってないのでちょっと勉強しないといけないですね。はい、こちらは志望さん。マエストロがビットコインのインフラストラクチャー分野でパイオニアおよび UTX の専門家としてビットコインコミュニティの成長するニーズに合わせたインフラサービスを包括的に提供していくとのこと。またカルダノコミュニティに向けて UTX を領域に進出する際には支援できると呼びかけています。プライベートベータ版のリリースを楽しみにしても欲しいと述べています。つまりビットコインとカルダノの両方のブロックチェーンに関わるインフラサービスの提供を予定しているようですね。 UTX モデルを採用するビットコインとカルダノの親和性の高さを生かし2つのコミュニティの架け橋になることを目指していると思います。マエストロはカルダノブロックチェーン向けの包括的な Web3 インフラストラクチャースタックを提供するプロジェクトです。カルダノエコシステムの開発者やプロジェクトに必要なインフラサービスを幅広く提供、UTX をモデルに特化した専門性の高いサービス、API を通じてアドレスの UTX を取得するなど機能を提供、Haskell のサンプルコードが提示されており、開発者は API を容易に利用可能。マエストロはカルダノの開発者のコミュニティの成長とエコシステムの発展をサポートするインフラプロジェクトとも言えます。UTX をベースのカルダノブロックチェーンに最適されたサービスを通じて、開発の利便性向上に貢献することを目指しているようですということですね。まあ、この UTX 層のモデルってそんなないみたいなんですけど、カルダノの研究がビットコインに、ね、影響を及ぼすということなので、なんか、ちょっと立場がねビットコインと逆転したような感じで、なんか非常に頼もしい感じがします。はい、変わりましてプロジェクトカタリスト。プロジェクトカタリストコミュニティは急速に成長しており、すでに6万9000件という驚異的な登録数を達成しています。現実世界の課題を解決するには共同の努力が必要です。世界最大の分散型イノベーションエンジンにぜひ貢献していただきたいと思っています。はい、ということで、カタリストのページを見に行くとファンド12、がもう始まっているんですよね。そして、提案が続々とね登録されてきているようです。でアイデアスケールの方に行くと、このアイデアを見たいんだけど、なんかこの自分がアイデアを出すページが前に前面に出てきちゃって、ちょっとこれを消せないので、ちょっと お見せできないんですけど、これ裏にこう暗くなって映ってるんですね。提案がどうだろうな、10個ぐらいずつありそうな感じでしたね、見たら。
まあ、ちょっと見方によってちゃんと見に行けるんでしょうけどね。はい、このファンド12の提案ページ。はい、まあ、日本もいろいろ出される方が、ね、いっぱいいらっしゃるということなので、楽しみにしたいと思います。はい、では値段に戻りまして、70.74 円ですね。はい、14,012.9×70.74 で元本が10万円ですので、計算しますと891,273円のプラスということになりまして、891% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。